パソコンのスペックが低いんじゃないですか。パソコンのスペックが入ってないんじゃないですか。煽ってる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 。そんな時はどこのパソコンを買えばいいんですか。ちょっとやめてください、そういうちょっと品位を下げるようなことやめてもらっていいですか、僕のスポンサーさんの。はい、マップの方が有効かもね。キッチン茶色オレンジ、リスポーン順なのか、下順なんだね。茶色オレンジ水色、気質やばそうだな。エンジンルーム行くか。茶色オレンジ水色黒、あうわーちゃげてくださーい。また、見てる見てる。リスポーンがキッチンで、展望とかに残していってるからめっちゃ容疑者絞れると思う。アルマトータスは絶対無理です。アルマトータスは無理です、はい、アルマさんにシャワー覗かれてました最後武器庫に千早さんが入ってきた。はい、アルタさんいました。茶色オレンジだからアルタさんは無理だと思う。置いて、行ってる最中になったから。うわ、展望ここか。あ、いやいや、まあ無理とはちょっとごめん言い切らんけど、まあ難しいかな位置的に。上からアルタさん来たんで、はい、厳しいと思います。名屋は右のトイレでスポンスポン。竹尾さんも行ったんじゃない、キッチンリスポン。あ、僕武器庫行ってますね。アルトさん最後見てないっすか。僕アルトさん視認してるんですが、僕多分竹尾さんは見れてないんですよ。センターは見てるんですけど、センターより前かな竹尾さん多分。そしたら多分どっちかだと思います、千早さんか竹尾さんの多分だけど。まあ、絞れるんだったらロラで。いや、他の、他を。絞れんのかねって、展望デッキで死んでし。弁当ありますよ。弁当があるから、うん。僕、ビットの。まあ、アルマトータスは、メイン、どこだっけ、一応、メインホール。俺の話をしておくと、俺は誰とも会ってなくて、寄宿舎通路前で、リスポーンして、金庫前、金庫室のダウンロードをやってたので、誰とも会っています。うん、これって、ベントがあるからコックピットの近くにいる人も、うん、臭い。自分で言うのはだけど金庫室でもベントあるから。あ、そうかそうか。金庫室から飛んでもできるのか。うん。もう俺真反対にいました。貨物室でリスポンです。あれ、アルマさんとトータさんがまだ出てない。あ、メインホールですね。メインホールです。あ、ごめんごめん。その2人がメインホール。チャゲポヨさんが展望デッキにいたっていう情報は先端さん以外からは出るんですか。4番目だったと思います。で、展望行きましたね、多分2人とも、千早さんと竹尾さん。いえ、自分キッチンのハンバーガーのタスクをやりました。あ、そうなんだ。武器庫の方に行きました。あ、そうなんだ。なんかマグリスポーンして容疑者はチャゲポヨさん。意外、色本の可能性もあるんじゃない。あ、白だけ出していこう。わからね。わからな。エンジンロール。千早さんな気がすっけどな。出た順とか教えてほしいよね。なんか全然有権情報が出んのは確かに。サントスさんの目線もわかる。なんか二人から有権情報。スーパーチャットありがてー、ありがとうございます。いやでもおもろいな新マップ、わけわかんなすぎておもろいなお祭りや。使おう、使っちゃおう。ペンソー緑、ベントが開いたぞ。お、でかい。開いた場所はね、ちょっと待って。どこだ。昇降機の
左側、宿舎通路前の、右、宿舎通路の右の弁当、昇降機の弁当の左、昇降機の左の弁当。で今直前、はい、アルマさんがいたんで、アルマさんではない。アルマさんではない。はい、アルマくんはどういうルートでそっち下通っていったってことか。いや、僕、初手、貨物室、ラウンジ、アーカイブ、はい、シャワー室で、アーカイブ、昇降機。で、昇降機、ヌーンって来たんで、アルマさんは違うっす。全然違いました。左からヌーンって来た先端さんのヌーンを使って、僕は左にヌーンって行った。太だろ、使ってると。あ、ヌーンであれか。あ、はいはいはい。エンジンルームで、うん、エンジンルームでアルトさんともすれ違ってるんで、アルトさんも違う。OK。で、メイヤさんも無理ですね。アーカイブで2回すれ違ってるんで。そう、僕はあの貨物室リスポーンでラウンジアーカイプ、昇降機のあれを直し、リアクター直したのは僕で、その後アーカイプ、シャワー、じゃアーカイプ、ラウンジ、貨物室に戻って、ラウンジの右のタスクやってから、そのアーカイブ2回撮ってる時に僕2回とも見てるんで、メイヤさんも。はい、ギリギリ見えてます。僕、ミーティングから降りた時誰たんでしたっけ？トータス先端です。トータスそのままミーティングルームの右端にいてました、今。はい、ああ、そっかそっか。あの宿舎前通路、はい、確か竹尾さんいたんですよ。はい、いましたね。僕、金庫室入りましたね、うん。で、アルトさんがエンジンの方に行ったと思います。そう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 。めっちゃ怪しいんで。いいですか。貨物室でアルマさんとか、サンタさんだったっけかな、最初にリスポーンして、そこから下に向かってます。はい、僕、電気室でずっといたんですけど、誰もすれ違っていない、電気室でうろうろしていたので、あのタスクをやってたので、誰とも会わずにそこにずっといました。あ、私は展望デッキでアップロードした後右に走っていって、あのセキュリティ前の肖像画があるところで終わりです。わかんねえ、絞れねえか。先端さんとで、あ、はい、アドミン見てて展望デッキ一応ずっとついてたんで、先端さんだと思います。これ あ、 ありがとうございます。先端さんってその左からヌーンってする前、先端さんはベント見えてないんですか？見てないです。その後でしょ。違うのかな。あ、その後か、うん。でも先端さんもこのタイミングヌーンしてたんだったら無理なんじゃない？いや、見たかって、うん、多分話でしょ、多分、うん、時間の。あ、そうです、そうです、そうです。ヌーンして降りて、ベント入るのか。ヌーンって言うの。言いたいだけだろ。ヌーン言いたいだけ。出たー、このタスク。これ好き。トムとジェリー感あるよね。これマジ嫌いやったわ、やったとき。これが難しいな。でも結構鮮やかな方なんじゃないかな。オレンジ。これ見えるのね、タスク中はね。オレンジ。これ直したい。どこにあんだ？貨物、あ、早っ。おらおら、勝手にしまんのこれ。はいはいはい。じゃあショート聞こえる、怖い。竹尾さん、竹尾さん、俺カメラで見てもうた。アーカイブで切ってんの見てもうた。セルフかよ。僕セキュリティですよ今。いやいや、セキュリティには、セキュリティには俺とアルトさんがいてるから。そうだね。ああ、じゃあ僕です。むちゃくちゃ。いいよ、見てるんだったら見てるって。言い始めて、あ、二人おる、なんやろと思ったら仲良さそうにしてるなと思ったら、ズバーって来て。カメラってなんかランプとか光んないんですか？気づかなかったってことですか？竹尾さんがカメラ見られてるて。ポーラスと同じ感じで光ると思うの。ランプみたいな。ああ、やっちまったな。竹尾さん。カメラどこにあったんだろう。やったな。じゃあ、チャゲポヨさん切ったのも竹尾さんですか？ヌーンできなくて、ペント使ったのも竹尾さん。ペントとチャゲポヨさん、僕ですね。ヌーン使ってないの？マジでごめんなさい。ヌーン使ってない。これからうんこが排泄。排泄。タスクが。あ、てかタスクの数、そういえば少なくしたのか、さっきの試合は。インポスターやった時の試合は。出た！わ。あ、でもこれ場所わかんのか、これ。超嫌。え？お、嘘つきじゃん。は？嘘つかれたんだけど。
インポスターなんですけど、このマップの人。これやばない？このロングタスク。6、2、神経衰弱だ。3、4、4、4見た？ 5 と、あ、4。6？ 5 か。ダメだ。全然記憶ねえ。6、7か。マスク少なくない？ちょっと。勝ち筋ないんじゃないのこれ。シャワー室。ガシャガシャガシャ。おお、誰も死んでねえ。いいボタンじゃん。いいボタンじゃん。いいボタンだ。誰にも出会わなかったのかな。今アルマ君に後ろから迫ってたんだけどボタン押されちゃった。え、殺そうとしたんですか。いや。迫る必要。めっちゃカクカクするんだよなこのステージ。大丈夫。みんな大丈夫。俺だけ。パソコンのスペックが低いんじゃないですか。パソコンのスペックが。足りてないんじゃないですか。煽ってる煽ってる煽ってる。そんな時はどこのパソコンを買えばいいんですか。ちょっとやめてください、そういうちょっと品位を下げるようなことやめてもらっていいですか。僕のスポンサーさんの自分から言っといてね。振っていただいてありがとうございます。はい、メインホールミーティングで終わりか。んーしゅんーしゅ。んーしゅ。んーしゅ。いやー来てる、怖い。いやーいやー怖い。0016。ここの攻防戦面白そうだよね。あ、これ同じ番号でもいいんだ。トプトプトプト。かわいい。音でもわかるんだね、他の人が使ったら。あー死んでる。ピンポンパンポン。先端さんがタスク終わったのを確認してボタン押しました。ありがとうございます。死んでるけど見届けに。まあタスク処理でいいんじゃないですか。僕タスク終わったんでしかも。俺も終わってるぞ。俺はラス1。俺終わった。終わり。もう僕も終わってます。あ、これ多分あとラス1のゲージだな多分これ。トータスゲージ。タスク数的に。アルトさんのクラスだったから。チガヤさんが持ってる場合もあるとは思うけど。うん、うん、死んでる。誰だ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 。今浮いてる人ってちなみに僕絶対浮いてるんですけど、まあアルマくんは違うんじゃない。アルトさんとメイヤさんはミーティングほぼずっと一緒いたかな。うん、アルマくんは、ね、多分僕とタイタニックしでも殺さなかったから。まあ確かに。トータスさんは右直してたわ、うん、右直してた。あの乗ってきてヌーン奪ってやろうと思った。奪われてそのまま乗って帰られた。アルトさん、僕じゃあヌーンモンバーしときますね。ずっとヌーン乗っててくださいよ。じゃあ乗ってきます。アルマはずっとトイレのドア開けて閉めてを繰り返してたんで、僕また引き続きそこにいますね。オッケー。それ何の意味がある。いやちょっとタスクちょっと少なすぎるな。ちょっとこれはこれで、うん、ちょっと少ない。確かにね、うん、ちょっとずつみんな慣れてきたからこうバランスとの難しい。うん、いやあそこ道に慣れてきた。ヌーの部屋は守ります。カードスラッシュだけやめてほしい。ヌーにて待つ。ほら俺が最速だ。最速の逆側だ。
しまった、それも読んで右からレスポンスべきだった。くそー、甘かった。ちくしょう。急げ、ルーンの平和は俺が守らー。最後終わってもあーテラゾーでした。テラゾーさんめっちゃ引くな。いやドア閉めしてる？ドア一回も閉まってない。ドア閉め超強いですよ。ドア一回も閉まってない気がするけど。え、ドアは閉まってましたよ。閉まった、嘘、うん、ラウンジとか僕何回か開けてました。センターさん、さっきドア開けてたじゃん。あ、開けたわ、うん、記憶がもうダメだ。ロングとショート1個ずつ出しました。めっちゃ開けた、セーバー。はい、めっちゃ開けてくれてた。めっちゃ開けたわ、僕5回ぐらい開けたわ。めっちゃ開けてた。あ、久しぶりに皆さんと会話した気がするな。2連続初手し。なんかすいません。いや。そう、さっきあの竹尾さんが釣られた後に特攻でごめんなさいって。さっきの試合もね、霊界で喋ってましたからね。チャゲポヨさんと竹尾さんと僕で、チャゲポヨさんかわいそうだなって。そうなんですよ、死んだなって。それ言ってた後に僕はキルしちゃったの。